全国1000万人の聖書ファンの皆さん、こんにちは。今回は創世記からヨハネの黙示録まで一挙大放送ということで、ああでもないこうでもないと五光が差すまで語っていきたいかなと思います。ということで、今回は熱い本ではなく、エヴァの薄い本についてああでもないこうでもないと語りたいかなと思います。今回は、あれこれ設定編です。薄い本に掲載されている漫画のタイトルは、-120分となっているので、どう見ても、9の2時間前の話です。本当にありがとうございました。話の内容的には、シンジを思うアスカが初号機回収作戦への参加を渋っているといったものですが、この中で、アスカは衣装チェンジをしています。つまり、9の冒頭でアスカが着ているプラグスーツですね。漫画では、このプラグスーツをテープで補修して着替えています。実際、赤いテープで補修されているのでお分かりになると思います。9を見たとき、全国1000万の人が気になったであろう。なぜアスカはこんなボロボロのプラグスーツを着ているのか。といった疑問が解消されたわけです。このプラグスーツは、もちろんアスカのプラグスーツであり、初めて登場した時に着ていたものです。つまり、初めてシンジと会った時の格好ですね。マリの言った、初めて会った時の格好にしたというのを真似したものだったということですね。ロマンティスト。という話は置いておいて、漫画のアスカは登場時この予告への格好をしていました。3ページ目にアップで出ているのでご覧いただきたいのですが、このプラグスーツは本編に登場のものです。9に登場するアスカのプラグスーツは2種類で、1つ目は先ほどの補修された初めのプラグスーツ。もう1つは、13号機と戦う時に着ているものです。同じ場面で、マリも同様のタイプのプラグスーツを着ており、強いて言うならギレ仕様のプラグスーツと言えます。そんなマリが序盤、マーク9追撃時に着ているのは蒸気のプラグスーツで、漫画ではこのプラグスーツに着替えています。そしてアスカが漫画の初めに着ているプラグスーツは、このマリのものと同型のプラグスーツとなっています。そして、2と書いてあるように当然、アスカ専用のプラグスーツです。マリのものには、5と書いてあります。このプラグスーツは、は、で2号機に乗るときにマリが着ていたものです。そこのあなた、だからなんやねんと思われたのではないでしょうか。このマリが着ているプラグスーツとは何だったのか。第10の使徒と戦う時点での新型のプラグスーツだと言っています。以前にもお話ししました通り、マリが日本について電話をしている相手は絵コンテには、ユーロネルフと書かれています。ユーロによって凍結されている2号機の封印を解いて使っていることを考えれば、マリはユーロネルフの指示で2号機に乗っているということになります。とすれば、この新型のプラグスーツとは、ユーロネルフのプラグスーツと言えます。問題は、なぜそのユーロネルフのプラグスーツをアスカが着ているのか、ということです。ちなみにこのプラグスーツは、派で流れる、旧の予告に出てくるものとはデザインが違います。アスカは日本のネルフで新たに作られたものではなく、ユーロネルフのプラグスーツを着ています。この可能性として2つほど考えられます。1つは日本のネルフ本部がすでに使えない、ビレとしてたもとを開けた後であるから。もう1つは、バチカン条約です。1つ目、ビレとして日本のネルフとたもとを開けた後に作られたものだとすると、ビレは、サードインパクトの時に反乱を起こしており、その際、ユーロネルフは怖化しているので、ビレというのは、ユーロネルフの技術を使う組織、ユーロネルフが母体となっている組織と言えます。2つ目、バチカン条約によって2号機の管轄がユーロネルフのままであるとするならば、2号機のパイロットを、マリからアスカに戻し、アスカ用のプラグスーツを作った。その後、サードインパクトが起こり、B
ビレに参加することになったと考えられます。この場合、ユーロネルフはサードでコア化しているので、日本にいたことになります。とすると、わざわざ日本にプラグスーツだけを送ったということになり、不自然です。もしくは、一度ユーロに送り返されて再び日本に来た可能性もありますが、使徒を取り込んだ貴重なアスカをやすや捨て放すとは考えにくいのではないでしょうか。とまあ、アスカがユーロネルフデザインのプラグスーツを着ていることによっていろんな可能性が考えられます。さて、マリにつきましても、本編ではほぼ隠されていた DSS ジョーカーが、がっつり描かれていました。そしてアスカに対して上記のように言っています。私たちはさ、リリンたちより、つまりアスカとマリは、リリンではないということになります。この言葉も二通りの意味に取れます。一つは、いわゆるエヴァの呪縛というものです。もう一つは、二人が人であるということ。このマリのセリフは、直前のアスカのセリフを受けてのものになっています。こんな呪われた体で青春だなんて、笑わせるわ。呪われた体で、つまりエヴァの呪縛によって年を取らず、ずっと長い春を生きている。と考えることができます。もう一つ、人、である可能性についてですが、このアスカのセリフは左から見た顔のアングルになっており、眼帯がアップで書かれています。そして、その眼帯の中央は白くなっていて光っている演出がされています。この演出は、シン・エヴァ、でも出てきます。それもやはり、アスカとマリの会話シーンです。マリが、アスカの髪を切りながら、髪が伸びるのは人間である証だという場面です。この、人間である証じゃないの、と言った後に、アスカの眼帯とそれが青く光る演出が入ります。この演出を考えると、呪われた体とは、人を取り込んでリリンではなくなってしまったとも取れます。また、神事については、テレビ版同様に14年間 LCL に溶けて同化していたと書かれているので、実はエヴァパイロットの中で、エヴァの呪縛によって年を取っていないのはアスカしかいないのです。レイは複数体おり、マリは5号機で初めてエヴァに乗ったと言っているが、言動の階層に登場している。いずれにしても、マリはエヴァを覚醒させるリスクを持っており、リリンではないことが漫画では描かれています。眼帯の演出も考えると、やはりマリは、人、であるということなのですかね。いかがでしたでしょうか？ビレとユーロネルフの関係や、マリが人かどうかなどは、別の動画で扱っていますので、そちらをご覧いただければと思います。薄い本というように、イラストを除けば漫画は16ページの短いものですが、アスカの神事に対する思いであったり、設定にまつわる部分などが書かれている濃い内容なのではないでしょうか。と、最後のページに載っている、監督のメッセージと共に出ているエヴァの最初のイメージスケッチは、多分劇場版の LD ボックスの特典にあったもので、貴重なものかなと思います。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。